皆さんこんばんは。ここからは MSI2022 セミファイナル Day2 ゲーム 2T1VS G2e スポーツをお送りいたします。実況の家柄です。改めて解説にはリクルスさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、ということで初戦はまずは T1 勝利から始まりました。こちら BO5 ですが、まあ、まずなんといってもドラフトの戦略が非常に T1 良かったですよね。やっぱりその今までカウンターがなかなかこう出てこなかったガリオに対してトリスターナを当てることによって、はい、レンのところから封殺して、そのままスノーボール仕切ったとああいうことでしたので、まあこうやすやすとガリオが出せないっていうところがある反面、ガリオをサポートに回してもいいんじゃないかと。あ、ちょっと一瞬ねドラフトの、はい、まあ、チャンピオンの見せ方的にそういったことも考えてそうな G2 スポーツありましたけど、うん、はい、まあ、ただ1戦目はもう素直にちょっとガリオを3つに置いて、はい、サイドから作っていこうみたいな考えを G2 としては持ってたようですが、まあ、ここに来てどうするかですよね。まあ、そのプランを崩されてしまったので、まあ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 、ガリオをもう一度使うにしろ、まあ、取り相バンするとか、うん、取られたら今度はサポートに回して何か別のチャンピオンを当てるっていうのを考えていくかなとは思うんですけど、どうしますかね。まあ、トリスターナをバンするとなると、まあ、やはりそれこそそのパンワークの兼ね合いからしてもブルーサイドっていうのは、まあ、両チームにとっても重要になってきそうですよね。うん、まあ、やっぱり今レッドサイド取られされてしまうとルシアンアーリーウーコンっていうのが鉄板のバンになってますから、特にルシアンを開けることはできないですし、まあ、アーリーとウーコンに関してはまあでも開けたくないですね。やはりねここまで残っている、勝ち残ってきているチームですから、まあ、その2つのチャンピオン、まあ、非常に影響力のあるチャンピオンですし、それを渡してしまうとっていうところありますよね。はい、ありますね。さあ、そんな中でサイド入れ替わりまして、ブルーサイド G2、 レッドサイドが T1 で BO5 の2戦目がスタートしています。 G2e スポーツはノクターンの番から、 T1 はルシアン。まあ、ドラフトを考える上で厄介なのがゼウスの存在ですよね。そうなんですよ、このゼウスがあまりにレーニング強すぎて、はい、あのカウンターがカウンターとして機能しないんですよね。グエンを持ったらほとんど勝つみたいな、はい、まあ、ここまでの戦いぶりですからね。まあ、それ以外のチャンピオンでもそうなんですよ。ガングブラック取られてもきつすぎるっていうことで両方ともバンしました。これを受けてオンをどうするかなんですよね。 T1 先ほどブルーサイド側でバンしてますね。はい、レッドサイドとなるとやはりアーリがバンをしたいんですけども、それよりも優先してバンをするかどうか。ここまで徹底してなんかこうオンを潰せそうなチャンピオン、まあ、ゼウスの得意チャンピオンバンされると当然なんですよね。アーリを開けてでもブロークンブレードのオンは消します。はい、T1 のこれが回答です。でここでアーリが開いたのでファーストで取る。で T1 からするとそれに対してルブランを当てるかどうかっていうのを考えてると思います。まあ、やっぱり1対1のところで、一応オールブランは勝てるチャンピオンではあるんですけど、なかなかまあ、スキルマッチアップというか、はい、ルブラン側にも一発ミスするとそのままレーニングが終わってしまうという危険性があるようなマッチアップになってますので、どう考えるかなんですけど、ここは強気にいきましたね。ルブランで返してきました。そして、まあ、ルブランと相性がいいジャングラー、序盤からプレッシャーが出せるジャングラーがいいので、まあ、ビエゴというよりはリーシンとかの方がいいかなと。まあ、もしくは AD キャリーを重視するならここで先に取っておくっていうのもありますが、見せているのはニダリーですか。ニダリーだとちょっとトップレーダーの選択が限られてくるんですよね。うん、なのでリーシン、うん、まあ、やはりその、うん、序盤から仕掛けていけるプレッシャーの出せるジャングラーの選択になりました。はい、でそこに対して、まあ、G2 からしても、まあ、ビエゴを選択したときに潰しきられないかっていうのが不安ではある。まあ、アーリが1対1でフェイカーのルブランに勝つことができれば話は別なんですよ。はい、なのでちょっとやすやすとビエゴを出せないかなという気がするんですが、あ、それでもいきますか。これはもうキャップス信頼してってことですかね。になりますね。ここでビエゴを取るっていうことはもうミッドの 1v1 はしっかり主導権取ってもらって、まあ、もしくはイーブンで抑えてくれるっていう、はい、そういう期待があるんでしょうね。まあ結構このMSI2022 ではこの組み合わせ、この対決っていうのはよく見られてますけれども、ほんとミッドレーナー次第。ああ、そして G2 スポーツサードピックサイオン。まあこれはちょっとオーンがバンされたのでフロントラインとしてサイオンがグルガスなんか来るんじゃないかなと思ってたんですけど、とサイオン取ってきましたね。でこれに関してはさあ、
このサイドは、まあ、はい、なで返してくる、なで返しますかね。まあ、かなりトップレーナーバンされてますから、その中では安定的なピックになりますか。あ、変えましたね、まあ、一旦変えましたね、サポート優先ノーチラスで、はい、このサイオンを取ることによって、まあ、セナのワンも強制できるんですよね。セナサイオンのライありますからね、はい、まあ、ここバンしなかったらセナサイオン取ってもいいですしね。なので、まあ、できるだけバンしておきたいかなという気がしますね。さあセカンドバンフェーズは T1 からになります。その G2e スポーツの思惑を察してバンをするかどうか、まあ、レナータからにしましたね、まあ、ノチラスに対して強く出していけるチャンピオン。 G2e スポーツはカリスタですよ、バン、まあ、グマイシュのカリスタもレーンのところから破壊してくるチャンピオン、まあ、ルブラン・リーシンと合わせて序盤からスノーボールできるチャンピオンであるということを警戒していること、警戒しているということですね。おー、ただバンしなかった。セナは開ける選択ですか。 T1 セナを取るってことですかの可能性もありますね。うん、セナノーチラス、はい、決して悪くないですから ね、 ただここはサイオンのバンとなると、ただエズリアルもここいいですよね。カリスタとカイサ両方とも消えてますから、うん、さあどうする T1。 セカンドピックフェーズは T1 からですが、あー、もうザヤにしますか。ザ調子良かったですからね。ここまあそうですね、グマイシのここまでのパフォーマンスを信じるのと、ルブラン・リーシンだとどうしても中盤以降の DPS っていう面では不足してしまいがちなので、そこをザヤで保管するっていうように見えますね。さあ6位になりました。 G2 スポーツどうしますか。セナは空いている、セナ採用のラインは作り出せますが、まあ、ブロークンブレードに何をさせたいかによりますね。うん、おー、まあ、徹底してもうフロントライン作ってフラクドに集団戦のダメージ出させるで、キャップさんそこまでのゲームを作ってもらうっていう方向性ですね。まあ、非常にオーソドックスといえばいいんですかね、はい、まあ、通常通りの選択なんて言うんでしょうね、メダが 12.5 とかに戻ったような、はい、はい、形にも見えますけど。おっと、オルデカイザーになるとサイオンサポートとかになっちゃいますけど、なので、まあ、まあそれは無理だと、はい、いうことでノーチラスに対して強く出れるブラーム、まあ、ザヤに対してもいい後ろに打つことによってダメージをカットできますし、うん、悪くないとは思いますが、問題はトップですよね。このサイオンに対して何を出すのか、まあ、カミールとか、ああそういうファイター系のチャンピオンを使って、はい、ガツガツキル狙いに行くっていうのも悪くない。ルブランとの相性もいいですしね、うん、おーヨーネもっと強くいきましたね。うん、これはトップヨネですか。まあ、タンクに対しては確かに強く出れるチャンピオン、有利が取れるチャンピオンですが、いやでも驚きましたね。まあ、カミールで行っちゃうとどうしてもブラムに捕まってしまう可能性が高いと。でブラムに捕まると何が起こるかっていうと、そこからビエゴがパッシブ使ってアルティメットでバン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 と集団戦返していく危険性がある。一方でヨネであれば、はい、E を使いながらの飛び込みが可能。 E を使いながら飛び込んでいってブラムに仮に捕まったとしても時間が来れば戻ってこれる。なのでビエゴに、まあ、孤立してビエゴに乗っ取られることなく機関も狙えますし、集団戦の形が作りやすい。ルブランも同様ですよね、まあ、リーシンだけちょっと飛び込みがちなんですけど、ルブランも同様に飛び込んでいった後ビエゴに捕まったとしても一応 W アルティメットをもう一度キャストすることができれば戻ってこれるっていうことで、なかなかビエゴのパッシブを使いづらいような状況に、状況を作り出せる。この4では面白いですね。もうちょっとこれはなんて言うんでしょうね、1戦目に続けて T1 がこう相手の出してくるチャンピオンに対してこう何かしらの用意があるっていうのを見せてきてくれてますね、うん、いやラインを合わせるという意味でも優れてますし、まあ、しっかりとサイオンに勝つ、あとはまあ、サイオンに勝つっていうことは前提ではあるんですけど、まあ、サイオンに勝ちつつなお勝つってことですよね、はい、集団戦でもカミルに比べたときに相手の構成を見ると働きやすいですね。MSI2022 セミファイナル Day2 ゲーム 2T1VS G2 e スポーツスタートです。さてまずは広がりあってのスタートになりました。今回 T1 はトップレーンでのヨネ選択。
これどうなんでしょう、オーナーとしてはそこのゼウスを助けるようなジャングリングをするんですか。基本的にはそこよりもまずはミッドを中心に考えていると思います。ミッドでフェイガーがまず1対1でユリを取れること、そしてルブランのチェインを生かして2対2、3対3フラッシュイン、キャプスに怒り投げ当てた、チェインドリーフェイガーフラッシュアウト、キャプスしましたが合わせるオーナーのダメージデッド。ただこれヤンコスがすぐにカバーに来てケリアの体力をかなり削っている。タガースも来ているのでスローが入ってこれは返していきますが、ただどうでしょう、ミッドの 1v1 が重要というドラフトの話ありました。このファーストブラッド、フェイカーはフラッシュ残してます、キャップスはフラッシュ使ってます。この差は大きいですね。次フラッシュチェインとかでキャップスが捕まったらもうそのままガンクからリーシンのガンク合わせから一気にゲームが終わってしまうので、これ G2 としてはかなり苦しいスタートになったでしょうね。もちろんビエゴのワンキルも悪くないんですけど、同様にリーシンもワンキル取ってますし、まあ、ボットのレーニング T1 は苦しくなるものの、やっぱり焦点となるのはジャングルミッドのラインですから、それを考えたときにどちらがユリを取ったかというと、まあ、間違いなく T1 になるでしょうね。いやもうこれ多分ケリアとしてはフラッシュトレードでも全然良かったわけですよね。あ、全然良かったです。まあ、なのでフラッシュ使ってこれ仕掛けてきましたけど、まあ、キャップスもフラッシュ使いたくないんでなんとか避けようとしたんですが、当たってキルまで持っていったのは T1。 ここからヤンコスとターガマスでケリアは返していきましたが、いや まさかここまでセットアップされてるとはっていう感じでしょうね。ファーストブラッドはオーナーに入っています。そしてヤンコスもキルを返していますから、キルの入り方としてはお互いのジャングラーに1キルずつ、どっちの方が序盤キル持った時に生かしやすいかっていうことですよね。まあ、中盤以降後半に向けてはこのビエゴの方がゴールドを生かしやすくはあるんですけど、最序盤は間違いなくリーシーンですからね。いやミッドレンの主導権、あしかしキャップスがチャームを当てて幻惑のオーブの生き返り、いいダメージトレードを見せています。ここはキャップスもうまくうまく返してますね。まあ、まだリコールをしたわけではないですから、まあ、お互いにというべきなんでしょうかね。ビルドの更新はないので、はい、今のところフラッシュがないだけ、まあ、条件は、まあ、ほぼ同じという形ではあります。ただこの後イグナイトとかも上がってくるとちょっと怖いので、ヤンコスとしてもこのミッドになるべく介入されないようにと心がけてますね。外のターガマス前に体を出していくが、ここにケリアがスネアを返して怒り投げフック、ターガマスはフラッシュアウト、グマヤシンのダメージはフラクトに切り替えた、フラクトフラッシュアウト、サモナースペルトレードは T1 勝利。クマユシはサモナースペル使わずの攻防、フラッグドは2つサモナースペル、ターガマスもフラッシュ使ってます。ただこのオーナーの動きに関してはワードで見えてますね。正面を陣取りましたが、まあ、これ強くいくにしてもそうですね、ヤンコスのカウンターがなければいかないということになると思います。オーナーリコールを一旦キャンセル、もう一度リコールに入ります。ただブラームから仕掛けるというのは至難の技なので、さすがにやめましたね。オーナーはリコールを終えました。いや、やはりレーンが強い T1。 さあトップレーンではどうでしょう、ここまで CS 有利をゼウスが作り出してますね。まあ、ゼウスからするともうジャングラーの介入合わせてデッドしなければ、はい、全然中盤以降活躍できるのは自分だというふうに考えているでしょうし、もちろん1対1のところでも勝っていけるだろうという考えているでしょうから、ここまではもう本当にゼウスの思い通りのレーニングができていると言ってもいいと思いますね。さてミッドレーンキャップスフラッシュがない、まあ、非常に難しいレーニングだったわけですが、まあ、なんとかここまではガンクをもらわず、そしてファームでも遅れを取ってないですね。ヤンコスのいいカバーがありましたね。まあ、さらには要所要所で、はい、まあ、オーナーがワードに捕まっているのでジャングラーの位置っていうのがテントより分かっているというのも大きいですね。うん、ただまあフラッシュが上がるまで残りこの数秒の時間でフェイカーはイグナイトがギリギリ上がってます。ここの時間帯では必ずガンクを食らわないようにしたいですね。まあ、その意味も込めてでしょうかね。さっきトップサイドでリーシンが映ったのでトップサイドにコントロールワードを置いてちょっとガンク食らわないようにしますね。トップサイドにキャプスの体寄ってますがフェイカーがチェインを当てた。さあただこれはチャーム幻惑のオーブでダメージ返していきます。キャプスイグナイト上がってるんですがこれはフェイカー使わず、これだけでやっぱり苦しいですよね。体力が一定以下にされた段階で、うん、次のオールインでのイグナイト込みの、まあ、キルラインというのもありますし、ガングのセットアップでも当然キルライン見えてきますからね。うん、ただなんとかレベル6いきましたか。
そうですね、これでガンクの回避、さらにそのソロキルのプレッシャーっていうところは幾分かましにはなりそうです。ヤンコスもカバーできる位置。さあフェイカーもレベル6になりました。ここからオーナーがスクライアブルームを叩いてヤンコスの位置を確認した。実際スポーツも少しミッドサイドに寄るそぶりを見せましたが、ボットレーンに戻ります。お互いのジャングラーミッドレーンに構える。ずっとですね、本当にやはりこのミッドレーンが非常に序盤の攻防では重要だと。さあしかしボットレーンではケリアがフックを当てたぞ。フラッグを守るようにフワの盾構えていくのはターガンス。フラッグは体力を半分ほど削られた後、束縛のエクリプス、スネアが入ったケリアにフラッグとかダメージ入れていきますが、お互いノーデッド。コナーは今度はボットレーンです。一旦体力削っておいて、まあ、ミッドがもうちょっとガンクかなり警戒されてるので見えないので、ボットレーンのところから仕掛けてやろうという動きですね。いやフラッグとターガマス両プレイヤーともフラッシュないですからね。ウェーブを押し込んだ T1 グマユシ、なんならカウンターガンクまで見てるような動きですね。ヤンコスが仕掛けてくればって形ですか。うん、かなり強気にグマユシはウェーブのプッシュ。ただ実にスポーツもかなり警戒してヤンコスはガンクまではいかなかったですね。まあかなり高い確率でこのスカトル勝ってるだろうと、うん、いうのが分かっての動きに見えましたね。ちょっとカウンターがあるんじゃないかという読みがあったわけですね。さあブロークンブレードとゼウスはどうなんでしょう。狙い通りというべきなんでしょうか。 T1 の狙い通り 1V1 がずっと続いてます。まあ、一応大面からのスタートを狙ってますか。なので、まあ、ヨネが倒しきる、このサイオンを倒しきるのはかなり時間がかかるとは思いますが、にしても耐えるだけになってしまいそうですよね。なかなかこうサイオンがウェブのプッシュをしきって、さあと前に出たフェイカー、しかしここにはチャームを返す。ターガンスもカバンに来ている。お互いのサポートが寄っています。このミッドレーンブラウムのスタック溜まりきる前にしっかりと戻ること成功しましたね。いや積極的にミッドレーダー同士でのダメージトレードっていうのがこの試合は頻発しています。ここはフルーツがあったのでなんとか、うん、そうですね。キャップスが体力では一度有利を取りました。さあただこのヘラルドを触る動き、 G2 e スポーツが見せていますが、 T1 もカウンターを考えていそうなポジション取り。あ、ただもうボットレーナーフラッグドを寄せて確実に取りに行ってますね G2 e スポーツ。そう、ただトップレーンからゼウス降りてきているぞ。まあ、ザヤが遠いんで、もうここから行くのは不可能っていうことで諦めましたね。ゼウスもトップレーンに戻りました。冬の闘争はケリア壁に体を寄せて避ける、まあ、しかも当たりそうでもフラッシュがあるので大丈夫っていうような動きでしたね。ヘラルド獲得は G2 e スポーツです。全員でボットサイドに流れることによってドレイクもちょっと牽制してますね。 T1 は最低限ですかね、ボットの2プレート取ってAD キャリーの間でのゴールド有利は、まあ、ひとまずはグマユシに有利がつきました。ただ最終的にはやっぱりこう、うん、G2 からしてもこのフラッグのにゴールドを入れていきたいっていうのがあると思いますので、どうにかしてこれフェリオスに入れていくでしょうね。あと当てたフェイカー中にスピリットラッシュを使いましたね。キャップス、いやこれ使わされたの痛いな。アルティメットクールダウンに入っていますキャップス。アーリーはやっぱりアルティメットがあってこそのチャンピオンになりますからね。この時間帯はアルティメットの機動力を生かしてのキャッチだったり逃げが強いので、フックを伸ばす。これはボディブロック、ターガマス、フワの盾から後ろからフラッグがダメージを返していきます。オーナーのカバーもある。ヤンコスの位置が見えています。ブレードコーラー、スネアが入ったフラッグへ爆雷発射、ノックアップ入っていく。フェザーストーマー、フラッグギリギリフラッシュ避けましたが、オーナーのキック、ヤンコスが蹴られて巻き込まれる形でフラッグとデッド。ダメージしっかり足りましたね。よく計算しましたね。方向も完璧でした。ザメとノックアップ、レーダンとオートアタック、オートアタック、破滅の斧はスロー、トップレーンも体力エリア、ゼウスもう一度ザメとノックアップが入ります。入ります。これちょっと回復阻害もないと一方的にレーンのところミニオン使いながら回復されてしまいますので、うん、ちょっとサイオンからすると欲しいアイテムが多いですね。キャプスのローム、バッコンの解放から戻ったが、冥府一戦で離脱をかかったブロークンブレードはちょっともしノックアップ、スタンが入っていました。いやここでアルティメットがない、使ってキャプスはスピリットラッシュ使ったばかり。タワーナーグロをキャプスが受け持ちますが、
ブロークンブレード合わせるダメージない。ゼウス回避成功。これ G2 少女ブロークンブレードもキャプスもフラッシュ使ってますよ、この仕掛け。まあなんとかヘラルド出しましたけど、これ入るプレートゴールドフラクトに。あ、一応投げてた、うん、いやただここからの判定見ているぞ。ケリアのフックはフラクトを捉えた。ターナマスのカバーはありますが、強襲入ってフラクトで共鳴撃入っていく。氷河の烈行、さあ男の拳のスタンを返していますが、オーナー離脱。ただこれはヤンコスがハートブレイカーから反転1キル持っていった。フェイカーがミッドレーンから降りてきてローヘルスのフラクトを持っていく。1ストレートにはなっていますが、エーテルチェイ再び伸ばしてヤンコスを捕まえに行きましたが、ハートブレイカーが上がっていてタワー下まで逃れています。11ストレート。ただこれ人数差、体力差あるのでさらにプレート取られる。2人で守らなくてはいけないのは G2 e スポーツです。3名で CG かけてきます D1。 しかもまだルブランもいるんで、これ以上張り合えないですね。リコールです。 G2 e スポーツ、グマユシにタワープレートゴールドがもう入れ続けてますね。4枚ですか。アフィリオスはビエゴと分けた形になったので1枚分、実質1枚分しか吸えてないですけど、グマイシこれ1人でずっと吸ってますから、これでローカルゴールドまで入る。610ゴールド、これADキャリー同士のゴールド差、そうですね、 CSU よりもグマイシありますから、かなりのゴールド差がついたように思いますが、うん、1枚対5枚以上の差がついてるわけですからね。さあ破滅の斧はノックアップにはなっていない。ケリアとオーナーがカバーに来るので、ゼウス強気にバッコンの解放からの残滅をノックアップ、ブロークンブレードに入れていく。ヤンコスはサメル君も姿を消してはいるが、残滅とノックアップが入ったところにケリアの怒り投げフック、爆雷発射のノックアップだ。ブロークンブレードを打ち取ることにはなりませんでした。いや多分打ってないですね。当たってないですかね今。そもそも打ってないはずです。オートアタックのスネアが入った形ですね。スネアで動きが止まったんですね、はい。さあブロークンブレードは体力削られたので一旦リコールになります。テレポートはありますが、キャプスがチャームをフェイカーに当てる。エヴァフロストのスネアはディストーション、体を前に出していく。フェイカー電撃で返しました。 Q の返りが避けれてれば分からなかったですね。ちょっとそのままイグナイトも使ってキル狙っていこうかというシーンでもあったかもしれませんね。さあキャプスの CG だが、オーナーの位置はワードに移っています。ここはさすがにさっきのやっぱりチャームのダメージトレード有利が効いてますね、うん。お、これでリコールもキャンセルさせた。いやキャプスがなんとかこうミッドレーンから返そうと動いてますね。おお、ただザケリアにチャーム、しかし後ろからオーナー守りの方、うわギリギリキャプススピリットラッシュ、ステップ読みで使わせましたね。またしてもキャプス何もないところで使わされてしまいました。チャームは当たらない。まあ今この瞬間は体力有利が取れているので、オブジェクトに触ってもまあラッシュさえできれば一方的に取れるんですけど、ここのタイミングを逃してしまったら次ヘラルド・ドレイクのタイミングでファイトしようと思ったらアーリのアルティメットがない。一番活躍してほしいんですよねこの時間で、アーリに。そのチャンピオンのスキルがないわけですからね。ここまでのところで言うと G2 側かなりあの T1 の攻めっていうのを抑えた上でアーリが活かせる状況っていうのを作れていただけに、フェイカーそしてケリアのワンプレーによって今度はアーリが活躍する、まあ、G2 が活躍したいタイミングっていうのを奪われてしまってますよね。さあそれもあって T1 としてはこのヘラルドの主導権取れていそうです。始めたか、これでまあ強気に来るんであればカウンター、うん。オナが一人で触っています。パガマスが視界取りに来るか。ヘクスフラッシュケリア、ミッドレーンに姿を出してキャプスを下がらせて、グマイシのプッシュを手伝って、そしてヘラルドの方へと流れていく。これで G2 e スポーツはちょっと寄れないですね、こちらトップサイドには。そうですね、まあ、やってるのがもう分かってますから、もうヤンコスとしてはもうカウンターでドレイク取るしかないということなんですけど、となるといやこれトップに2人いる。おい、ドレイクのチェック、あスマイト使って取りましたね。ボットサイド押し込んでいってミッド主導権取ってミッドのアウターにヘラルド出しても面白いですけど、まだヤンコスにプレッシャーかけ続けますね。トップレーンはフェイカーが一人で取りそうだ。ディストーションから仕掛ける、エーテルチェイタワーした、ソロキル、キャップス合流間に合って1キル返しての1位トレードになりましたが、タワーの破壊は T1、 1-1 トレードですから当然 T1 が得をしたトレードになりました。
しかもこれでミッドもフリーで折れますよね。人数をトップレーンにかけています G2 スポーツ。ジャングル内でボレーの投げ、キケリアの動きを捉えた。爆雷発射、ノックアップを入れて、これはヤンコスにフォーカスを集めていく。 T1 ブロークンブレードが耐えてはいますが、オーナーが守りの方から距離を詰めてくる。ターガンスの冬の闘争、そして破滅の王のノックアップ、氷河の烈光のノックアップも合わせている。男の拳の4サッカー溜まったが、ダメージが足りません。タンク2人ではダメージが足りないか。破滅の王のノックアップはまたしても決まった。グマヤシはフェザーストーム上に逃げる。ゼウスが合流してくると、キャップスでプレッシャーをかけていく。さあキャップス A では、なんとか幻惑のオーブをグマヤシ生き返り当てることでキルは返していきました。3キル獲得は G2 e スポーツ。なんとかこうアーリの機動力、あとはキャッチ能力生かして返していきましたね。サイオンもうまく時間作りましたし、はい、いやただまたちょっと狙ってる人がいる。レイカーディストーション、もう一度再現で飛び込むエーテルチェインの矛先はターガマスですが、これはダメージは足りない。本当に恐ろしいプレーですね。エヴァンフロスは避ける。チャームは当たる。さあこれでイモータルシールドを発動。しかしゼウスがバックコンの解放から返してくる。レダントンのシールドは入っていないぞ。ザメと戻ってフラッシュインオートアタック、おお打ちだギリギリキャップスも最後9一発よけたかな。なので一方的なキルにはなりませんでしたけど、あわやというシーンでしたね。ただシャットダウンゼウスに入りましたが、そうですね、ここまでキャップスが G2e スポーツのキルを多く集めていましたから、ゼウスにゴールドが入ることになりました。そしてまたしてもメイカーがタワー下のフラッグドを狙っていきます。一度のオールインでこのダメージですから、ちょっとフラッグド味方が近くにいないとき、タワー下のファーム怖いですよね。怖いですね。これチェイン当たってたら本当に倒されててもおかしくないですからね。ここはもうキャップスが最初のところの駆け引き、レッドバフのスローからエヴァフロスト、チャーム完璧に当てたのでいけるかなと思いましたけど、イモータルシールドボー発動してからの反転、さらにここ戻ってきてから Q ギリギリで受けてフラッシュ、最後の Q をステップでギリギリ受けてたのでなんとか打ちになりましたけど。さあフェイカーを見つけたエヴァフロスト、スネア入れていくぞ。しかしここにエーテルチェインを返していくフェイカー。これを見てキャプスはスピリットラッシュを後ろに使う。先回りするようにターガマス、フェイカーの逃げ先を待っていたが、氷河の烈光ノックアップが入ってオートアタック。ラスト一撃はターガマス、リコールをしようとしたフィーカーをうまく G2 スポーツは捕まえました。レッドリンケットで捉えましたね。ただまあキルはブラムになりましたね。そうでしたね、このキルがちょっとキャップス、まあ、別のプレイヤーに入っていればと。ただそれは高望みしすぎですかね。そうですね、まあ、あの状況から他のプレイヤーに譲るのは不可能ですから、まあ、仕方がないんですけど、まあ、T1 としてもまあ被害は最小限っていうような形ですね。さあブロークンブレードがボットのアウトアタを破壊しています。さあ怖いぞ、フラッグドの位置見えてますからね。ティエリアのフラッシュ上がっている、まあ、今のタイミングではルブランがいないので、こう刷新してくるプレイヤーが少ない、まあ、少ないんですけど、ヨネもそろそろ通報入ってくるとなると怖いですよね。あー、そしてサイオン、これフローズンハートにしましたか。セカンドアイテムそのようですね。まあ、オートアタックの回数、まあ、絶対多くなってきますからね。自身が耐久力高いのもあって、フローズンハートの、まあ、スローの効果が効くだろうと、そういう判断ですね。さて G2 スポーツが固まって動き始めました。インファーナルドレイクアップまで20秒切ってるんですね。 AD キャリーのところの装備が、まあ、思った以上に削られてしまっているので、 G2 としてもそこは誤算ではあると思うんですけど、この時間帯は間違いなく G2 が当たりたいタイミングですからね、はい、先にドレイク前を陣取ってくるのであれば集団戦ということですか。そうですね、ヨネとかの装備が揃ってくると、はい、いよいよちょっと G2 も勝てなくなってしまうので、今ヨネの装備が揃っていない今のうちに当たってより取っておきたいっていうのは考えているでしょうけどね。あ、 T1 は乗らなそうです。ドレイクは渡す判断だ。トップサイドに全体的に体を寄せています。キャプスが素早く対応してウェーブの処理。さあただケリアが横で待つ。バックの解放戻ってくる。ゼウスにダメージ入れていきますが、ケリアのプレッシャーがあるのでこれ以上は無理か。ちょっとつ猛進はグマヤシめがけて、ボットレーンからのブロークンブレード、ゲイルフォースで位置を入れ替える。グマヤシ破滅の王のノックアップはフェザーストーム。
さあただこれを追撃するようにヤンコスが入っていく。ボレの投げきはただがハートブレーカーは入らない。ただ結婚の祈りからフラッグとかオートアタック一撃差し込んで G2 スポーツが持っていきます。ただフェイカーの合流が入って、エーテルチェインのスネアターガマスですが、ブロークンブレードの破滅の脳のゾーニング、 T1 が一度時間を作ります。さあただ G2 スポーツが破滅の脳来るところにノックアップを入れてフラッグのが返す。フェイカーをちょっと圧倒的に人数よりを作り出した。 G2 スポーツが反転だ。キャプスのテボードが来ている。アーチアームオーナーに当ててオーナーフラッシュアウト、逃げ切ったが2キル獲得は G2 スポーツ。いやフェイカーの動き読んでよくブロークンブレード3、4キル置いてましたね。キャプスもいつテレポート切るかなと思ってたんですけど、ブロークンブレードのノックアップに合わせてテレポート切って人数より確定させましたね。これどうでしょう、ゴールドは T1 がここまでは勝ってはいるんですが、うん、ドレイクでいうと G2 が2スタック先行、さらには集団戦が非常に強い構成です。さあボットレーン、ゼウスバッコンの解放から残命とノックアッパー、ブロークンブレード前にステップ、破滅の炎のノックアッパー、バッコンの解放もう一度発動して戻っていきます。さあこの 1V1 にフラッグとか寄る素振りを見せてはいますが、ゼウスが引きました。おっとただもう一度メフイセまで使うが、これはちょっと猛進、メフイ戦のノックアップが入らなかったですね。そうですね、まあ、とにかくですねこれに関してはもう本当にもう G2 の当たりたいタイミングでしっかり当たりに行くっていう判断が良かったですね。もう熊石がここまでして避けているにもかかわらず徹底してもうタワーダイブの姿勢をやめない判断が良かったと思います。そしてここからのフェイカーの追撃に対してのブロークンブレードの、まあ、この視界が取られてないことも確認してのこれはすごい待ち方ですよね。ここに来るんだろうっていうブロークンブレードの読み、いやなんでしょうね本当にもう君たちの動きは手に取るように分かるよみたいな。いやこの2戦目はちょっと今のシーンを見ると今度は G2 側の主張がかかってますよね、はい、さあダメージ、先ほどのチームファイトは、まあ、ほとんど T1 としては自分たちの思うように当たらせてもらえませんでしたから、うん、G2 が一方的にダメージを出せていると、まあ、出せにはなりましたね、はい、はい、そうですね。で T1 はまあまだですねちょっとアイテムが足りないので、まあ、ザヤの3コア、まあ、ヨネの3コアっていうところは待っていきたい。 G2 はとにかく集団戦ですね。うん、バリを使って取りますね、はい、アーリーを使ってガシガシエンゲージしていきたいということは考えてるでしょうね。 T1 も、まあ、ミッドに4人人数を集めて当たられても大丈夫な体制というのは作り出してますが、今こう T1 が当たられなくて済んでいる要因としてはやっぱりゼウスが1対1のところでずっと勝てているのが大きいんですけど、実にそこを止められるとエクスラッシュターガマスを吹く、合わせるオーナーの強勝、ダブルダガーからのブレードコーラー、スネをターガマスに入れてはいますがターガマスがストップウォッチ、しかしフェイカ あフラッシュを読んだ、サイエンディストーション、これでダメージをしっかりと叩き込んで T1 がキャッチ成功。なんならブラウムのフラッシュまでここで余分に落とさせましたからね。これは T1 からすると、まあ、本来当たらなくてもいいというか、むしろ当たるとリスクが伴うタイミングではあったんですけど、一瞬ヨネが先に寄れてるタイミングだったんですよね。そこにキャップスが多様に当たらされてしまっていたということで、これであれば実に対しても今の時間でも当たれるだろうというような T1 の判断が良かったですね。さあ T1 もキルを返していって、ちょっと G2 e スポーツがその集団戦をしたいタイミングっていうのを奪うことはできてるわけですよね。できてますね。ただまだまだその時間っていうのは長いですから、はい、T1 としては避けていかなければいけないわけなんですけど、まあ、そこで問題になってくるのがやっぱりドレイクのスタックですよね。2スタック先行しているのは G2 e スポーツなので3スタック目、まあ、この余裕がある時間帯にバロンを触ることによって相手をドラゴンから弾き出そうとしますね。さあ T1 が始めたが、この動きには G2 スポーツも気づいているぞ。コントロールワードが置かれているので、この G2 スポーツのよりも T1 気づいている。これを見てやめました。バロンはキャンセル、ミッドのアウターターンの指示に切り替えた G2 スポーツ、チャーマーフェイカーには当たらない。これもう一度バロンいけますね。いきますね。オーナーゼウスが先行してバロンを始めた。視界は今度はない。いやただ触ってるのは絶対分かってる。
ただ視界がないので近づきづらい。ケリアのポジションも面白いですね。あ、見えた。フラッシュインケリア、爆弾発射、ツーマンノックアップ、アーリが飛んだ。セット。さあ氷河の烈光ノックアップを返して、ヤンコスがハートブレイカーからオースの支配、怒り投げ復活、組み合わせ反応してのフェザーストームから、フラッシュからブレードコーナー、ちゃんとポジションを取っていますが、ヤンコスがバックライン、その組み合わせにめがけてポーレの撃、さあきっちり当てた。あとはブロックブレードとヤンコスが残っている。破滅の斧を引き絞ってはいますが、残念とノックアップタイミングよくヤンコスに入れて何もさせずに持っていく。ブロックブレードは残したが、エース獲得は GT1。 ちょっと5-1。 そうですね。いやー、さあバロンはまあこれは止められないでしょうが、いや T1 綺麗すぎましたね。明らかにやっぱりドラゴンに付き合ってしまうと相手に有利な状況での5対5を強いられてしまうので、まあ、バロンを触って呼び寄せるしかなかったということだったんですけど、いやここでもうこの時間帯のキーチャンピオンであるキャプスを真っ先に落とせたというのがでかすぎましたね。であとこの後のフラッグドに対する反応がこうグメイシとゼウスだったかな、あこの際早すぎる、オーナーか、早すぎるんですよね。どういうワードブリンクからフラッシュでついていってるんだっていう感じですけど、もうこれグメイシを持っていかないと G2 スポーツとしては集団戦勝てないので、もう強引に行ったわけですね、はい、フラッグドとしても。しかも持っていける状況だったんですよね。やっぱりサイオンのアルティメットでザイがアルティメット切らされて、もう位置もちょっとどうしようもないので、あそこで前に出てたらザイとの1対1望めるっていう風な考え方、羽も避けながらですよね、行ったんですけど、クマユシが捕まりませんでした。ダメージ出し続けた。その上を行ったんですよね。そして、まあ、アーリがゼロっていうのがもうこの手段の肝ですよね。何もさせなかった、はい、もう家賀さんもびっくりしてね、勝ったと GT1 って言っちゃってましたからね。あのグマイシの G です、あれは。あ、なるほど、はい、G2 の G ではなくてグマイシの G だ。あのグマイシのプレーがあまりにも素晴らしかったので、いや確かに確かに G が漏れてしまいました。そうですよね、はい、ボットのインナータワーバロンバフ使って T1 が折り切りました。さあちょっとどうでしょうね、 G2 e スポーツとしてはその集団戦が強い構成なはずなんですけど、なかなかこう自分たちの思うように集団戦できていない。それどころか T1 が集団戦勝ち続けてますよね。やっぱりそのバロンを触られること自体は分かってて、まあ反転されてもなお、まあ視界が取れてない状況でもやっぱり自分たちの方が強いんで、ある程度は強気に行きたかったのはあるんですけど、まさかキャップスから捕まるとはっていうのは思ったでしょうね。自身はアルティメットもあるので、まあ1回捕まってもなんとか逃げ切れる、でそこから反転も狙えるだろうっていうのはあったと思うんですけど、その上を行かれてしまいましたね。おー、たださてかディストーションで前に出たところにキャプススピリットラッシュ2回、エバーフロストチャームは入ってない、これ分身だ。さあただソラリスピリットラッシュ、しかしソラリです。フェイカーを守ったのはケリア。キャップスの素晴らしいプレーでしたが、 T1 がさらにその上を行った。そしてゼウス横から入ってくる、残命と冥風一閃はバックラインへ、ヤンコスがギリギリの体力、これは逃さない。 T1 が1キル持っていく。さあブロークンブレードがちょっと猛進から返してはくるが、グマヤシへのダメージは足りないか。フェザーストームからのブレードコーラー、これは冷静にブロークンブレードもフラッシュアウト。しかしどうだ、2人倒されています。 T1 は5人残っている。ミニオンがトップも到達してツインヒビターですね。あとちょっと厳しいか、ブロークンブレードが戻ってきたんでやめましたね。ミッドのインヒビターを破壊したのみで一旦引きます。トップのインヒビタータワー、ミッドのインヒビターを破壊したのみで引きます。いやキャップスのワンプレー凄まじかったんですけどね。フェイカーの、まあ、ブリンク先まで読んでエバーフロスを打って、これ取り切ったかなって思ったら、この W 使ったのを見てから飛び込んでいって、でブリンク先読んでのエヴァーフロストで、チャームは分身にかわされてしまったんですけど、その後フラッシュから入っていってだったんですけど、このソラリ。本当にハイレベルな攻防なんですけれども、本当にわずかに T1 が上を行きます。うん、さあ気づけば1万ゴールド有利。
差を広げています。 T1、まあ、もう現時点で T1 の方が集団戦は強いんですけど、まあ、これ以上伸びたところで、いやどうでしょうね、フラッグのラストイスパー完成すればまだあるのか。いや警戒はしている G3 スポーツ。 T1 のこの罠は回避しました。一応ドミニクは完成したので、これで、まあ、G2 としても、もうここがラストチャンスぐらいには考えててもおかしくないですね。聖火もう一度入っていく、ターガマスにチェイン、いやダメージがすごいぞ。チャンスすら与えてもらえないですか。ターガマス相手にこのダメージですから、ちょっとキャリーは受けることは当然できないですね。オナがミッドサイドからプレッシャーかけてくる、さまよえる苦悶、そしてボレーの投げ、木をケリアに入れるが、突っ込んできたところにはオーナーが対処、キャプスがスピリットラッシュから返していきますが、フェイカーはクラッシュ、そしてケリアが今度は怒り投げ、フックを伸ばしていく、バカラ発射、2番ノックアップ、ブロークンブレードが破滅ののためてはいるが、竜の怒りから蹴り飛ばした、キャプスをそのまま持っていくのは T1 だ、さらにはゼウスがトップレーンから降りてきて、冥府一戦、フラッグの真似届かせた、ブロークンブレードはちょっと盲信で逃げるのみ、3キル獲得は T1 だ、フェイカーのゾーニングでターガマスは泉の下から出ることができない。T1 レッドサイドでも強さを見せるか。ネクサスを破壊し2ゲーム選手となったのは T1 です。ちょっとこれは途中までのところで言うと、やっぱり G2 の方が T1 サイドの攻めの姿勢っていうのを崩してたんですよね。はい、T1 が主に攻めきれなかった、で G2 が一方的にパワースパイクが来たので、じゃあこのままいけるか、周りの強さ生かしてファイト作っていって勝てるかなというふうに踏んでたんですけど、やっぱ2度ありましたよね。キャップスが一方的にアルティメットを使わされて、周りの強い時間帯を生かせなかった時間帯、そしてもう一つはあのバロン前のケリアの仕掛けからでしたよね、はい、キャップスを真っ先に捕まえて何もさせずに4対5の構造を作ったあの集団戦、まあ、ただあれですらやっぱり T1 としてはギリギリだったっていうところを見ると、キャップスがいたら必ず勝ててなかったと思うんですよ、はい、だからこそ G2 スポーツとしても視界がなくてもバロンサイド寄ってきましたもんね。行きましたよね、あれはもう相当の自信があった、はい、うん、それを裏付けるだけの力があったわけですから、まあ、言って当然なんですけど、そのわずか上をやっぱり T1 が言ってましたよね。これどうですか T1、 ちょっとランブルステージではそのバロン周りでなかなかこううまくいかなかったっていうことありましたけど、ただやっぱりその最終戦でなんかこう克服した姿っていうのを見せてくれたじゃないですか、はい、そこをまたこの BO5 でも見せてくれましたよね。そうですね、このセミファイナルに来ても、うん、まあ、本来の姿を取り戻したっていうんですかね、 T1 のその強さっていうところがこのゲーム2でも改めて見られる形結果になりました。いやちょっとそうですね、 T1 の完成度がまた一段階上がったなっていう印象ありますよね。そしてなんて言うんでしょうね、 BO5 でこうどんどんと新たなピックが飛び出してくるんで、 G2 スポーツとしても難しいドラフトになってますよね。なってますね。まずはこのレベル1からの徹底したありつぶしですか。いやキャップスも相当うまくレーニングをしてたんですけど、まず1対1でアルティメット、うん、フェイカーに落とされてしまって、でその時間帯を使ってのこのボットアクション、熊石だけが一方的にゴールドを得られる状況を作り出した。いやただここもすごかったですねお互いのハンドスキルのなんか限界というか、はい、見られるようなシーンでしたね。9ギリギリ避けてのフラッシュ9のノックアップ、ただキャップスもキャップスでゼウスの次の9予測してステップした踏んで、避けてるんですよ、避けてるんですよね。本当にまあスキルが当たった方が一方的にキル取れるシーンだったんですけど、どちらも避けて、そして最終的に相打ちという、そうなんですよね、ゼウスもいいの戻りで9避けれてなかったら、はい、あれの9避けれてなかったら倒されてますからね。おお、すごいアングルですね奇跡的なアングルですけど、
そしていや事実もやるべきことしっかりやってるんですけどね本当に。やっぱり T1 にかわされてしまってますよね。このシーンなんかは本当にオフェイカーの動きを完全に読んだ上でブロークンブレードが潰した。まさにこう T1 の動きを読んでカウンターしたっていうようなシーンでしたけど、まあこの後ですかね、このバロン、うん、ここですよね。もういやケリアが捕まえるんですよね。そしてこの後のフラッグの動きに対してのオーナーと熊谷の反応の速さ、これをもってしてなおヤンコスがこの集団戦破壊しようとしてましたから、誰かがキルされていたらアルティメットの連鎖で分からなかっただけに、はい、ちょっと怖いシーンでもありましたけど、これでも大差がつきましたね。大差がついてるんですけど、それでもキャップスをもう一人で状況を変えようとしてましたね。まあこういうことをしないともうバロンで押し潰されてしまうだけですから、狙うしかなかったんですけど、 T1 が冷静にというか、まあ、ケリアのスーパープレーで対処したというべきですかね。ちょっとこの BO5 本当に見どころが多いですね。 もちろん T1 が上手いというのもあるんですけど、 G2 が何でしょうね、意表をついた仕掛けだったり、当然しっかりやるべきことをやった上でその上をさらに T1 が言ってるので、ちょっと感動させられてばかりですねこの BO5 にどれだけこう T1 が、まあ本気、まあもちろん本気なんですけど、その中でいろいろな戦略、そしてその完成度の高さっていうところをこう改めて見せられているような気がしますけども、そうですね、まあ2019の MSI ではやられてますからね一回。そうですね、まあここで負けるわけにはいかない、はい、しかも本国ですからね、やっぱり、現地のファンがいる前で不甲斐ない姿は見せられないというふうに考えていてもおかしくないですが、うん、いやダメージのところも圧倒的ですね。特に熊谷氏がランブルステージであれだけ苦しんでいたとは思えない活躍をしてますよね、はい、いやちょっとこの熊谷氏のザヤっていうのがかなりこうゲーム1ゲーム2引き続いてですけど、うん、パフォーマンスもいいですし、ちょっと G2 スポーツがなかなか攻めあぐねてるのかなっていう印象はあるんですけど、そうですね、キーチャンピオンに見えますね、どのチャンピオンを使っても熊谷の座が勝ってますし、G2 の仕掛けたい構成に対して座矢がしっかりとカウンターになっているというのが大きいと思います。絶対にエンゲージタイミングずらされてしまってますよね、はい、一度はブロークンブレードのスーパープレイでひっくり返しましたけど、うん、それ以外のシーンっていうのは時間を稼がれて何かしら他のオブジェクト捉えたりとか、はい、囲まれてしまってキャッチされて、まあ、同数のトレードに持ち込まれたりっていうのがあるので、ちょっとこの何でしょうね、自分たちの集団戦を作りたいメタに対して、はい、ザヤっていうチャンピオンがもう一人でカウンターになってるっていうのがありそうですよね。ちょっとこのザヤの扱い方っていうのは、うん、このゲーム3に入っていく中で G2 スポーツ改めて考えていく必要がありそうですね。ちょっとありそうですよね。さあそれではそのゲーム3、となりますが、ここでインターバルに入らせていただきます。それでは失礼いたします。